意地悪、グリンチのクリスマス、別名、グリンチは、シオドア、ドクタースースガイゼルが陰文で表し、自ら挿絵をつけた子供向けの絵本である。気難しく孤独な生き物である、グリンチが、クリスマスイブに、近くの町である、フービルの家々からクリスマスに関連するものを盗んで、しまうことでクリスマスをなくしてしまおうとする様子を、描いている。 奇跡的にもグリンチはクリスマスがお金や贈り物だけのものではないということに気づく。この話は1957年にランダムハウスから書籍として刊行されたが、ほぼ同時に雑誌レッドブックの方にも掲載された。この本はクリスマスとその休暇の商業化を批判するものである。1966年にグリンチのクリスマスとしてテレビアニメ化され、 ここでは、ボリス・カールフがナレーションを担当したほか、グリンチ役の声優も務めた。1977年には、ハロウィン版の前日端である、ハロウィン・イズ・グリンチ・ナイトが放送され、グリンチの声は、ハンス・コン・リードが務めた。2000年には、ジム・キャリー主演で、実写映画、グリンチが作られ、2018年には、ベネディクト・カンバーバッチが、 グリンチの声優を務めた CG アニメ映画、グリンチが作られた。ミュージカル化もされており、2020年にはマシュー・モリソン主演でミュージカルの実写テレビ版が作られた。グリンチは洞窟に住んでいる。不機嫌な生き物でクリスマスを嫌っている。唯一の仲間は犬のマックスだけである。グリンチは雪の多いクランピット山に住んでいるが、この山は 心の温かい風ーたちが住む風ビルの街の北にある。グリンチは洞窟から風ビルで進んでいる賑やかなクリスマスのお祭りの音を聞きつける。これにイラつき続けたグリンチは住民の贈り物、ツリー、クリスマスの食べ物を盗んでしまう悪事の作戦を思いつく。雑な変装でサンタクロースのふりをし、マックスはトナカイに変装させてグリンチは山からそりで 風ビルに降り、そこで、風のクリスマスプレゼント、クリスマスツリー、クリスマスの装飾、食べ物を盗み始める。少しの間シンディルー風に邪魔されるが、グリンチは嘘をでっち上げて逃げ寄せる。そうして、村中の家すべてで同じことをし、ソリいっぱいに荷物を積み込む。グリンチは盗んだものをすべてを縁に捨てるつもりで、マックスにソリを引かせて、クランピット山に戻る。 夜明けがやってきて、グリンチは、風たちが苦々しく悲しい嘆きの声を上げるのを予想していたが、そうする代わりに代わりに人々は楽しくクリスマスの歌を歌っており、グリンチはそれに最初は、かなりのショックを受け、それから怒り狂うようになる。怒っただけではなく、グリンチはこの状況に混乱し、クリスマスというものは単なる贈り物や祝縁以上のものなのではないかと思い始める。 これに気づいた、グリンチの縮こまっていたハートは、突然サンサイズ大きくなり、グリンチは盗んだ風の人々の所有物をすべて、携えて、風ビルに戻る。そして、グリンチは、フーラのクリスマス祝宴に参加する。1957年、ビジュアルグリンチのクリスマスに取り組む、ドクタースース・グリンチは、ドクタースースの33行の差し絵付きのシザ・フーバブ、アンドザ・グリンチで、 初めて登場したが、この作品はもともとは1955年に雑誌、レッドブックで発表された。ドクター・スースは、数年経った1957年の初め頃から、意地悪、グリンチのクリスマスに取り組むようになった。キャット・イン・ザ・ハットを最近観光したばかりで、フィリスとベネットのサーフ夫妻及び、自分の妻であるヘレン・パーマー・ガイゼルと一緒に、 ビギナーブックスを立ち上げようとしている最中であった。ヘレンは健康上の問題を抱えていて1957年4月にはちょっとした発作を起こしていたが、それにもかかわらず、ドクター・スースの前作で務めたのと同様、非公式に編集者としての仕事を行った。ドクター・スースは迅速に本を書き、数週間でほとんど完成させた。電気作家であるジュリスト・ニール・モーガンは、 結部以外は、キャリアの中で一番書きやすかった本だと述べている。ドクター・スース本人が、結末部分を書くまで苦労したと説明している。1957年の5月半ば頃までには、本は完成し、ニューヨークのランダムハウスの事務所に郵送された。6月に、ドクター・スースとヘレンは、ハワイで1月にわたる休暇を取り、そこで、ドクター・スースは、本のゲラをチェックして変装した。 本は1957年12月、ランダムハウスから書籍として出たほか、雑誌、レッドブックの方にも掲載された。ドクター・スースはこの本を、名のペギー・オーエンズの1歳の息子であるシオドア、テディ・オーエンズに検定した。2005年時点で、この本は、ラテン語などを含む9カ国語に翻訳されていた。ラテン語版であるクオーミド・インビディオ・スルス・ノミネー・グリンクス。 クリスティーナ・ナトラム・アブラゴベイ・ラットは1998年10月に、ボール・チェジー・カルドッチ・パブリッシャーズ・インクから交換された。ニューヨーク・ヘラルド・トリビューンで MS リビーはこの本を、ドクター・スースの先行作と、好意的に比較している。カーカス・レビューでは、子供たちは、ドクター・スースが初めて悪役について書いた本の、おまぬけな感じの面白さに夢中になるだろうと評し、グリンチを、文句なしに、 スクルージ以降の最高のクリスマスワルキャラだと述べている。エレン・ルイス・ビュエルはニューヨーク・タイムズに書いた書評でこの本におけるモラルの扱い方を挿絵や陰文に加えて称賛している。ザ・サタデー・レビュー・オブ・リテラチアはこの絵本を新鮮な成功だと述べ、幼い子供に本を読み聞かせてやる親や年上の兄弟もこの本のモラルとユーモアを楽しめるだろうと示唆している。 サンフランシスコクロニクルのシャーロット・ジャクソンは、この本を、実に、ドクター・スースらしい方法で書かれ、クリスマスカラーの絵で彩られた素晴らしいファンタジーだと、述べている。ドクター・スース自身も含めて、グリンチとドクター・スースの間のつながりを指摘する著者が、いる。物語では、グリンチが53年間、フーによるクリスマスのお祝いに、我慢しなければならなかったと嘆くところがある。 トマス・フェンシュやチャールズ・コーエンがいずれも指摘しているように、ドクター・スースはこの本を書いて観光した時に53歳だった。ドクター・スース自身が1957年12月号のレッドブックに寄稿した記事でつなりを指摘し、前の12月26日の朝に歯を磨いてたんですが、その時に鏡に映った自分の顔つきがすごくグリンチっぽいのに気づいたんです。それがスースだったってことです。 そういうわけで、クリスマスについて自分が明らかに失ってしまったものを再発見できるか見てみるため、私は自分の不機嫌な友達であるグリンチについて書いたんですと述べている。スースのママ娘であるラークダイモンド系は2003年のスピーチで、私はいつもキャットインザハットの猫が調子のいい時のテッド、ドクタースースでグリンチは 調子が悪い時のテッドだと思っていましたと語っている。公演は、スースが、グリンチと読める車のナンバープレートつけた車に乗っていたことを記している。トマス・フェンシュは、グリンチがドクター・スースの本の中で最初の大人の主人公であり、また最初の悪役の主人公でもあることを指摘している。意地悪グリンチのクリスマスは、舞台や映画を含む、様々なメディアに本案されている。 チャック・ジョーンズとベン・ワシャムはこの物語を1966年にテレビアニメに本案し、ここではボリス・カーロフがナレーションを担当したほか、グリンチ役の声優も務めた。この番組では、サール・レイヴン・クローフトがドクター・スース本人の作詞による歌ユー・アー・エー・ミー・ワン・ミスター・グリンチを歌った。ハロウィン版の前日短である、 ハロウィン・イズ・グリンチ・ナイトという番組が1977年10月28日に ABC で放送された。ボリス・カーロフが1969年に亡くなっていたため、グリンチの声とナレーターは、ハンス・コン・リードが務めた。イジワルグリンチのクリスマスと、キャット・イン・ザ・ハットの、クロスオーバースペシャルであるザ・グリンチ・グリンチズ・ザ・キャット・イン・ザ・ハットが1982年5月20日に、 ABC で放送された。1992年にランダムハウスホームビデオが本作トイ・ファイ、ランザ・ズーをウォルター・マッソーをナレーションに起用してアニメ化し、ビデオとしてリリースした。2000年にこの本が実写映画化され、ロン・ハワードが監督、ジム・キャリーがグリンチ役を務め、グリンチとして公開された。その後、イルミネーション・エンターテインメントが 3D アニメーション映画、グリムチを作った。監督は、ヤーロー・ジェイニーとスコット・モシャーが務め、ベネディクト・カン・バーバッチが、グリムチ役の声優を務めた。もともとは2017年11月10日に公開される予定だったが、2018年11月9日、公開に変更された。1975年にゼロモステルがナレーションを担当した LP レコード版が出た。 1994年にミネアポリスで本作がミュージカル化された。2006年と2008年にはブロードウェイでも上演されている。2020年にはマシュー・モリソン主演でこのミュージカルがテレビ化された。2007年のオンライン投票では全米教育協会がこの本を教員が選ぶ子供の本百選の一冊に選んでいる。2012年には スクールライブラリージャーナルが刊行した絵本百選調査で61位となり、これはランクインしたドクター・スースの5冊の本の中では4番目だった本書が書かれて以降、グリンチという言葉は砕けた形で名詞としてよく使われるようになり、ネクラとか雰囲気を台無しにする人を意味するようになっている。1971年に渡辺修行役で意地悪グリンチのクリスマスとして、 日本パブリッシングから日本語版が刊行された。2000年にグリンチとして、いつじやけみ役がアーティストハウスから刊行されている。ありがとうございます。